どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日は、皆さん海外旅行に行った帰りなんですけども、手荷物宅配って皆さん利用されてますか？手荷物宅配、空港にありますよね、宅配センター。スーツケースを自宅まで送ってくれる、それで帰り道は手ぶらで帰れるみたいなサービスなんですけども、今回はそれの付帯しているクレジットカードの話なんですけども、今回はまず私がこの持っているゴールドカード、今パッと今4枚出してきたんだよ。この SPG アメックスゴールドと MI カードゴールドプラスと楽天カードプレミアムカードなんですけども、こちらね全て空港宅配のスーツケースサービスがついております。でまずね1個ずつ説明していくと、 SPG アメックス、 SPG アメックスの場合は残念ながら羽田空港が対象外です。成田中部関空だったかなが、対象で、帰国時、海外旅行の帰国時に、こちらのカードを出すだけでスーツケースをね1個、JAL の ABC カウンターから発送してくれる、 無料で何回でも利用できます。で次に楽天カード、楽天プレミアムカードですね。こちらは、年に2回だけ、行きに2回使ってもいいですし、帰りに2回使ってもいいですし、年に2回だけ、トラベルコースを選択した方だけに、この特典がついてきます。でその楽天カードの場合は行きも OK ですので、こちら楽天の、ね、サイトにログインして予約はしなきゃいけないんですけども、自宅から空港っていうのも利用できます。で先ほど言ったこの SPG アメックスはもちろん行きは使えませんね、帰国時だけ。こっちは行き帰り年に2回、行き2回も OK ですし帰り2回も OK ですね。さっきも言いましたね。 MI カードゴールドプラス、こちらは、アメックスのブランドになってますね。アメックス MI カードゴールドプラスの場合は、先ほど言った通り SPG と同じような感じなんですけども、羽田成田関空中部だったかなが対象で、こちらは羽田空港 OK なんですよね。でも SPG は羽田空港 NG なんで、結構これ知らない方多いんですけども、私も羽田空港で SPG 出して手荷物宅配受けようとしたら受けれなかったんで、羽田空港は SPG NG なんで覚えておいてくださいね。 MI カードゴールドプラスのアメックスのブランドのみ何回でもね、羽田空港から自宅の宅配サービスが無料で受けられます。ですので、こちら年会費1万円なんで、4回か5回、MI カードゴールド自体、ゴールドプラスのね、自体はね動画にもブログにもしておりますんで、そちらねぜひ参考にしていただきたいと思うんですけども、こちらのカードはそれ以外の特典も結構あるんで、年会費払う価値はねすごいあります。でこちらの羽田空港が対象の高いサービス結構少ないんですよね、羽田空港って。このアメックスのブランドでやってる手荷物宅配って結構ね、なんか知んないんですけど羽田空港結構対象外のカード多くて、なんですけど MI カードゴールドに関しては、羽田空港 OK ですのでぜひ覚えておいてください。で次にアメックスですね、アメリカンエクスプレス、こちらはゴールドカードで、こちら年会費ちょっと高くて2万9000円か8000円ぐらいするんですよね。で別にこれはアメックスのゴールドを紹介したいんではなく、アメックスカードブランドだったらどれでもいいです、グリーンとゴールドとプラチナありますよね、グリーンが年会費1万2000円ぐらいなんですけれども、そちらでも受けられます。でアメックスのすごい強いところは、グリーンでもゴールドプラチナどれでもそうなんですけれども、自宅から空港、空港から自宅、往復ですよね、行きの時と帰りの時両方とも無料なんですよ。こちら、ゴールドとグリーンだと1個ずつなんですけども、プラチナの時は2個だ、プラチナカードの場合は2個だと思うんですけども、そういう感じで行きでも帰りでも無料なんですよ。行きでも帰りでも無料、それが年会費1万2000円のクレジットカードでも、無料ということになってますんで、この手荷物宅配って結構ね普通に利用すると2、3000円かかるんで結構高いんですよね。ですので、
よくね、海外行かれる方はアメックスのグリーンはね、1枚持っててもいいんじゃないかなって個人的には思います。先日、家族3人でねハワイに行ってきたんですけども、その時の帰りに、ちょっと私ね今まで知らなかったんですけども、今回ね、妻と、子供で、荷物としてはスーツケースが2つとベビーカーでリュックが2つあったんですけども、手荷物宅配をね利用しようと思った時に、私は1人1個だと思ってたんですよね。1人1個、だからこの対象のクレジットカードを何枚持ってようと1個しか無料にならないと思ってたんですよね。それがですね、実は1人計算ではなかったってことをデスクで確認しまして、1枚に対して1個なんですよね。1枚に対して1個っていうことなんで、まあ、今回成田空港で利用しましたよね。ってことは、まあ、こちら4枚ありますよね。4枚、ってことは4つ送れるんですよね、無料で。これすごくないですか？知ってました皆さん？僕ちょっと知らなかったんですよね。1人1個だと思ってまして、1人ではなくクレジットカードに対して1枚なんですよね。だから、クレジットカードね、ゴールドの国のクレジットカードでこの対象のカードを持っている方は、対象のカードをねたくさん持っている方、まあ私今これ4枚出してますけども、これ10枚とか持っている方は変な話10個送れるんですよ、無料で。全国、まあ全国というか、まあ変な話ですけど送れちゃうんですよね。それがこの空港宅配サービス、これね私本当に知らなくて結構びっくりしたんですよね。そのなぜかというと、これ本当に先ほど言いましたけど、値段自体本当に 2,3 千円するサービスなんですよね、この空港からの自宅までの宅配サービスって。ですので本当に手ぶらで帰れるとすごい楽じゃないですか。帰りの道の話の続きをすると、スーツケースを2つとベビーカーと、もう一つねリュックも送りたかったんですけども、やはり、ね、ちょっと先日ちょうど帰ってきた日が台風のね、成田空港結構大変になった翌々日ぐらいで、ちょっといつになるか、発送がいつになるか分かりませんということで、まあ、翌日だったらねパソコンとかも全部送っちゃいたかったんですけども、まあちょっとあまりにも、ね、遅くなるとね、動画とかもねアップできなくなるんで、結局3点スーツケースとスーツケースとスーツケース2つとベビーカーを3点送ることができたんですよね。だからもう本当にもっと言えば、リュックとかも送れば4点送れることもできますし、もうちょっとね荷物がいつも多めになるよみたいな人は、正直ねこれゴールドカードをたくさん持っていれば、まあ変な話多く持ってっても帰り道は手ぶらで帰れたりっていうことがね実際に可能なんですよね。皆さん知ってました？ちょっと私ね今回知らなくて、これをね知ってる人もしかしたら少ないのかなと思ってね、今回動画を撮らせていただきました。いかがだったでしょうか。今回は、帰国時出国時の、スーツケースの宅配サービスについてね、これがクレジットカードに付帯してますんでね、ぜひね、飛行機でどっか海外に行く際、海外から帰ってくる際、ぜひね利用してみてはいかがでしょうか。基本的に JAL の宅配センター、ABC 宅配センターだったかなっていうところでね、受付ができますんでね、ぜひ利用してみてはいかがでしょうか。今ね、とりあえず持っているクレジットカードを一度ね、チェックしてみてください。ゴールドカード系のアメックスのクレジットカードは基本的についているものが多いと思いますんで、ちょっとチェックしてみてね、今後使ってみてはいかがでしょうか。本当に帰り道が手ぶらで帰れると本当に楽なんでね、おすすめとなっております。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私、ブログ、ツイッターもやっておりますので、フォローとチェックしていただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。